第一問、あ、出ないかな、音が出ないかな、出る出る行きたいと思います。ヒント1、毎年3月21日は私の記念日です。3、2、1を足して6という数字に意味があります。さあ、まあ、今僕私はというふうに言いましたけど、私はというふうに言いましたけども、さあ、物でもある、物かもしれないし、人間かもしれないで、答えは何度でも答えれるんですけども、ヒント1回につき、回答は1人、1回に1回なるほど、で、ボタンはいくらでも大丈夫です。はい、はい、じゃあノックいきますか。野崎さん見ちゃダメですよ。あー、おそ松くん違います。まあ、さすがにちょっと難しいかもね。3月21日は私の記念日ですけど、もうじゃあヒントに行きますか。はい、5ポイントになります。ヒントに、私はもともと戦争中の陸軍の兵隊が使用する軍事用品でした。軍事用品でした。はい、軍事用品、難しいかな。あ、お客さんが分かった方いらっしゃいましても口には出さないようにしてください。よろしくお願いいたします。さあ、分かった人いるかな。次ぐらいでね、もしかしたら分かる人いてるかも。ヒント3、私の横側についているフックはもともと手榴弾を引っ掛けるためのフックでした。私の横側に必ずついているフックはもともと手榴弾を引っ掛けるためのフックでした。はい、難しいかな。はい、あ、現代風、さすが陸軍。元自衛隊の方、横森平家は忘れちゃったって、はい、今ゲルさんが耳元で忘れちゃったって言われた。今は違います。そうです、今は違います。ちょっとヒントで、今は違うものを引っ掛けるためのフックになってます。はい、難しいかな。はい、とにかくいいよ、どうぞ。いこう、ごとよ、ペナルティないからね。人感違います。まあでもいい、攻め方としては全然いいと思う。じゃあ、4いく。はい、4出るかな。ヒント4、初代総理大臣伊藤博文が特注で作らせたところから素材が革であるものが主流となりました。素材が革で、富田、はい、さあ、ここ正解したら、1ポイントかな。出ると違います。軍事用品や。はい、6分。そうですね、今は陸軍では使われてないです。もう次で最後ですよ、ヒント。難しいかな。難しい。でもラスト、はい、ラストでこれ分かると思います。はい、お願いします。いきたいと思います。ラスト答えれたら1ポイントです。私は昔2足しかありませんでしたが、現在は50足以上が存在します。私は昔2足しかありませんでしたが、現在では50足以上が存在します。はい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 、白くさん正解です。野崎ちゃん、おー、なんか
わかった。かわいい。わかった。手上げてる誰か。家野さん、はいはい、制限時間を置きます。残り30秒にしたいと思います。うわ、家野さん正解です。これで罰ゲーム今日ないねん俺。残り10秒です。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。ということで他のメンバーは残念ながら0ポイントとなります。ということで使用の課金者野田さん、ゲンさんが1ポイント獲得です。よく一緒に喜んだらポイントもらえるんだから。正解発表します、はい、正解はランドセルです。あー、なるほど。大丈夫だ。なるほど。ヒント1から終わりだ。ヒント1から終わりだ。3と2と1という数字を出して6というのは小学校6年生で使うという。3月21日がランドセルの日というふうに制定されております。ランドセルの横についているフック、これは給食袋をね入れる合わせをつけてるんですけど、はもともと手榴弾を引っ掛けて、手榴弾をそのまま、フックに、まあ、かけた状態からそのまま手榴弾を引っこ抜いてすぐに投げるように使われたというふうな意味で、横にフックが作られている。昔は、赤と黒の2色しかなかったんですけども、現在では、カラーバリエーションが増えまして、50色以上展開されているというところで、正解はランドセルでございました。なるほど。よかった。気をつけた最後は決めてやっぱ2色っていうところですかね。2色ですね。いやこれね、もしかしたらごめんなさい、難しかったかもしれないですね。まあでも、ちゃんとシロクさんと兄ちゃんと野田さんと、デルタは1ポイントをリードしておりますんで、ということでございまして、いいですね、盛り上がってまいりました。めっちゃ悔しい。いや、難しいよね。でもちょっと一つ勉強になったと思います。ということで行きましょう、第2問。メセモアライフでは、こんな動画やこんな動画までいろんな動画が盛りだくさん。みんな見てねー。